第9節理想の医者は未病を治す」規定内形に有名な「成人不治やめちみ病」「成人はすでに病になったを治さず未だ病に至らざるを治す」という言葉があります「成人はすでに病になった状態でなく未だ病に至らない状態で病気になることを予測して正しい手を打ち発病しないようにしてしまう」という意味です すぐ後に政治について「富士やめらんをさむみらん」「成人はすでに乱れたるを治めずいまだ乱れざるを治める」という言葉が続き「聖人は世の中が乱れてしまってから手をつけるのではなく世の中が乱れる前にその兆候を察知して乱れることを未然に防ぐ政治をすると述べています」「これが東洋医学や哲学の理想とする医者や為政者の姿で」 医者の場合これをウェイと言います現代の医師のほとんどは患者が完全に発病してから薬だ手術だと大騒ぎをして治療しておりこのような医者を東洋医学ではしたいと言います中国の古典の漢書芸文志に病ありて知せずんは常に注意を得とあります病気になって治療しない医者にかからないのは ののの医者にかかるるとと同じだと言っているのです下手な医者にかかると苦しめられるばかりで結局治らず時に命も危なくなりやたらに金ばかり取られるのは今も昔も変わらないようです下手な医者にかかるより何もせず自然治癒力に任せた方がよくそうすれば注意の腕の医者にかかるのと同じであると言っているのです 神の溝癒した毛という有名な言葉も結局は医師や薬や手術などは方向づけをするだけで真に病気を治しているのは患者自身の点から与えられた自然治癒力であるという心理を示す言葉です現在のがん治療では半数以上の患者さんは治すことができないのにやたら手術や放射線や抗がん剤を乱用し患者さんに 無用の苦痛と出費を強要しています。こういう医療は、そろそろ終わりにしたいものです。